皆さんにお知らせがあります。2月27日よりウームトーナメントリクナビネクストカップが開催されます。今回はですね、50名のプロとアンバサダーとして釣り岡でしょうの陽来さん、そしてボンボン TV のやつさんに就任していただいたりと、前回よりもスケールアップしております。さらに視聴者の皆様にも27日のプロアマに参加いただける枠をご用意いたしました。当日私も現地にいますので、気になる方はこちら概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みください。沖縄でお待ちしております。30球で上手くなる練習場活用術。やんや。はい、皆さんこんにちは、並木です。そして中井です。よろしくお願いします。はい、ということで、ね、今日は2回目。そうなんです。前回はね、ゴルフ場の練習場、要は朝一に、どういった練習をするかっていう、その30球、はい、今回はゴルフ場に行くんではなく、通常に練習場に行って、はい、クラブ別に、はい、どのような練習法を30球していただくのがいいかと。で、まあ、これからの3回は、まあ、ドライバー、アイアン、ウェッジというふうに3つに分けて、はい、でそれぞれ30球、まあ、そんな中で、まあ、ドライバーをとにかく30球、こういう練習をしていただくとドライバーの技術がドーンと上がりますよ、お、こういうことをとにかく練習場でコツコツやっておけば、うん、コースで必ず笑顔になれる日が来ますよというものを厳選して皆さんに30球としてお届けしたいと思います。お願いします。はい、ウームゴルフ、はい、早速ドライバー、からなんですけども、ほう、まあかなりの部分、実は僕自身、はい、実はフルショットって本当にしないです。練習場でですか？練習場で。なんでですか？はい、だからフルショットを正確にコースで行うために、練習場でどういう練習をするかっていうことを考えているので、で、はい、僕自身、そのドライバーにしてもアイアンにしてもウェッジにしてもですね、もうずっともうポイントになっているのはタオルです。ほう、はい、で実際ちょっと1回ちょっとこう見せてみたいと思うんですけども、はい、もう両脇に挟んで、で両脇に挟むと当然テイクバックで、通常のテイクバックをしたらこうやってパサッと落ちちゃう、落ちます、はい、なので落ちない範囲の振り幅で打つ。だからもう全然フルショットじゃないですよね、はい、ここに 両方挟んで、でこのままでこういうふうに、ほう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 、とにかく体の動きのみで、うんうん、はい、これタオルを挟んで何球くらい打つんですか？そうですね、本当に例えば30球言うならば、はい、僕少なくても10球ぐらいはこれでやってます。へー、30分の10ぐらいはこれでやるんです。ただ今回に関しては少なくても5、だから今回はその30球を全て5球ずつの区切りで、はいはい、6個ほどいろいろご紹介したいと思うので、はい、これはとりあえずまずは5回ぐらい。とにかく自分の中ではこの関係性が、例えば腕とクラブと体の位置関係が、この位置関係をキープできていればほぼナイスショットになるっていう、もう経験があるので。なるほど。だからいや変な話、これだけやってりゃいいんじゃないぐらいの感じなわけです。いろいろ自分はもう 何百何千とも言わないけど、それぐらいいろいろ考えてやってきたけど、いろいろ試されてきた。そうなんですよ、これはもうずっと残ってる。もう何年も何年も勝ち抜いた練習法勝ち抜き練習法のベスト10、はい、常に上位です。タオルは。ありがとうございます。なんでありがとうございますか分からないけど、だからこそ、だから皆さんにはぜひこの地道な練習をやっていただくだけ で、ね、特にこんなに違うの、インパクトのイメージとっていうのが分かりやすいです。でいいスイングの条件っていうのは、ちゃんとずっとこういうふうに軽く脇が締まってる状態がずっと続く。だから脇を締めるという努力をしてるんじゃなくて、はい、勝手に脇が締まるようなスイングになってるっていうのが、まあ、正解なんですけど、ということで、はい、まず最初の5球はタオルでした。はい、はい、次はですね、タオルを挟んだこのインパクトのイメージを加えながら、はい、ショットを打っていきますが僕はここで、まあ、いつも3、6球練習じゃないですけど、はい、を言ってるんです、うん、何か3割のスイング、はい、6割のスイング、9割のスイング、それを今から打つやります、まあ、これをですね、はい、5球ずつ
15球。それはなんで3、6、9ってやる意味があるんですか？まず一つは9っていうのが、はい、通常ゴルフ場でやるドライバーのスイングの力感です、はいはい、で3というのはもう完全にスイングの大きさは変えないで3のイメージで振る。いきなり9割打ってしまうと大体皆さんそのスピードでごまかすんです、うんうん、間違ってる動きを。 なのでまずは3割イメージで、中で3割ですよ、3割の力加減で振ってみる、はい、本当だ。スイングの大きさは変わってないですけど、大きさは変えません、はい、フィーリングのみです、はいはい、そうすると、はい、何かが待てる何かが待てないみたいなところも分かってくるんです。特に3になった時に、はい、トップからこのダウンスイングの切り返し、うん、3ものすごく難しいんです。だから必ず、はい、例えばもうちょっと大げさに必ずこういうの先に下半身を動かしてあげるようにするといいんですが、ここまで上半身の動きを待てない方が多いので、3になった時にこういうふうに手だけで戻してうまく当ててしまえることが多々増えてしまう。そういった意味でも実は3割ぐらいで振るっていうのは結構高等な技術だから、スピードでごまかすっていうドライバーから早く脱却していただければ、はい、打ち急いだりする、うんうん、そういった癖もかなり早く抜けてきます、はい、なので3割で振る、じゃあ次に6割自分のさじ加減で結構です。スイングの中で、うんうん、意外と6って、はい、下手すると皆さん飛ぶスイングになる。飛ぶスイングっていうのは何かっていうと自然に飛んできます。あれ意外と軽く振ってるのに飛んでいくねっていう、そういう感覚がもし生まれたらこれは一番ラッキーですよね、はあ、じゃあ自分の打ってる感覚よりも飛距離が伸びた時、うんうん、伸びた時、なるほど、はい、その力みとかそういったものが少し良くなる可能性が。だから3はタイミングを合わせたり打ち急いだりする人にとってはとても難しい3、はい、何こんなに軽く振ってるのに飛ぶのという驚きを覚える6、はい、そして最後は通常コースで使う9、うん、でその9の時にスピードでごまかさずに今度はバランスよく、ちゃんと振り切って、さっきの3段階、うん、6段階が、うん、あってやっと9段階が振れるって、うん、振れるというか9段階の時に3との違い6との違いを感じてほしいんです、はい、ドライバーで9割で振っていると比較する対象がないんです。確かに例えばウェッジだったら距離感調整する、うん、アイアンでも多少距離感の調整がある。でも皆さんドライバーに関しては距離感調整多分しないんですよ。しないですね。みんな常に100%、 下手したら常に 120%、うん、でやっぱり特に女性の方は飛ばないという意識があるから、はい、余計に何かしっかり振らなきゃいけない、思いっきり振らなきゃいけないっていうところで、はい、常にドライバーは 100% の力でしっかり振らなきゃ、すごく思い込みがそこに激しくなりすぎて、そうですね、ミート率も上がらない、実はヘッドスピードも上がらない、なんか軽く振ってるように飛んだというような経験もないんです。そうですね、ないかもしれない、うん、こんなんで飛ぶんだっていう経験がないからコースに行くと力むんです、うん、なるほど。分かっているのになんでできないというのはこういった練習をしてないから。なるほど。そう、経験をしてないんです、うん、軽く振ってるのに飛んでいくっていう経験ができればその9割というのはもっと効率が上がる、うんうん、そうすれば自分がどれぐらいの力感で打てば一番効率よく飛ばせるかということも見えてきます。だからそうなんです。だから3、6、9での15球っていうのはものすごく皆さんのドライバーもしくはゴルフ人生を変えるこの15球の練習法になるかもしれない、うん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 、これをポッといつその30球の中に入れていただくだけで、確かに、でタオルの5球この3、6球練習の15球、はい、これで20球、うん、はい、この20球恐ろしいぐらいためになりますんで、へー、
からやってみなきゃわかんないですね、うん、そうなんですよ。だからこれで20球で終わりでもいいですぐらいです、はい、30球にしなくてもいい、ね、この20球時間がなければこの20球だけドライバーでやって、あとの10球は普通に自分がコースでイメージするような10球にしていただければ、これで30球完成でもいいです、はい、いいですが、それだけなんていう方もいらっしゃると思うので、はい、ここからは少しスピードを上げるということに沿った後の残りの10球にしたいと、はい、で何かというと、はい、これです。逆に持つんですか？そういうこと。素振りになるんですか？逆に持って振って、はい、この逆に持って振った力感で振る、はい、あ、軽いので振ることによって、うん、次重いもので持った時に、はい、同じような振りができるようにする。例えば陸上で後ろでゴムで引っ張ってもらって負荷をつけて走ったりとか、水泳でもこう後ろにフィンをつけて泳いだりとかして抵抗を上げるっていう練習法もあると思うんですよ。でゴルフの場合もちろん重いもので振ってそして軽く振るっていうのもありますけども、重いものを振ってしまった時にこの本来の軽い普通の通常の重さ 300g 前後のドライバーで振った時にその重いものと同じように振れることはまずないんです。ということは言い方を変えれば、はい、早く振れるという感覚をまず筋肉に覚え込ませた方がいい。ああ、なるほどなるほど。そう、まず体に自分はこれぐらいの力で振れます、これぐらいの速さで振れますという経験をさせてあげないといけない。なるほどなるほど。だからヘッドスピードっていうのは一番大事なことっていうのはやってるうちにどんどん上がっていきますよは正直言ってあんまり多くは望めません、うんうんうん、むしろあこんなに速く振ると筋肉ってこういう風に感じるんだ、フィーリングってこういう風に感じるんだという風な、うん、まず経験をさせてあげないといけない。だからこのスピードでこのビュンって振った後に打つ呼吸、なるほど、打ってみて、はいはい、これで25球、はい、はい、あとの5球、ラスト5球、はい、ラスト5球はよくこれはねみんなうるさいぐらい言ってると思います、プロの人たち、はい、球曲げなさいってずっと言ってます、はい、でなんでかやっぱり球曲げてあげないと、うん、やっぱりまっすぐ打つなんてわからないです。うん、もういいスイングをしたらまっすぐ飛ぶっていうのはあんまり考えず、逆にあこれぐらいで捕まるんだ、これぐらいで逃げるんだってやっていかないと真ん中わからないです。どれぐらいこっちに動いたらどれぐらいこっちに動いたら大丈夫っていうのが分かってる方がスイングって実はしっかり動ける。確かに、うん、限界が分かってれば、はい、それ以上しなければいいですもんね。そうですので、最後の5球は例えばフック系を2発打ってみる、スライス系を2発打ってみる、うんうん、極端でいいです。自分がこれぐらい極端にすればフックになります、うん、これぐらい極端にすればスライスになります、はい、例えば思いっきりこんな風にクローズスタンスにして体を閉じて、はい、でヘッドをバーンと返してこんな風にギャンと曲がるフックを打ってもいい。むしろ今度は逆に自分のイメージしてるスライスはどうなのか、オープンフェースにするのかオープンスタンスにするのか、ボールを左に置くのか、はい、でカットインに打ってこんな風にスライスを思いっきり、これを左右2回ずつやって、はい、最後に自分の普通のスイングしてください。右2回、左2回、左2回、右2回、どっちが先でもいいです、はい、スライスが先フックが先それはお任せします、はい、最後に自分が何にもその球筋を考えないニュートラルなスイングを はしてください。なるほど、はい、皆さんの真ん中が見つかる、これでやっと真ん中が見つかる、見つかる可能性が高いです。はこれで以上30球になります。ドライバー終了、ドライバー30球終了、はい、そう、無駄な球は一発もないですこの中に。そうですね、そう、もちろんウォーミングアップでやる場合はこう素振りするなりなんなりしていただいていいです。この30球打っていただくだけで日頃のドライバーの精度っていうのは変わるのはもう保証します。おー、はい、
こういう風な練習をすることによってスイングをどうのこうの、うんうん、自分がどういうスイングをしているのかっていうのを分かる練習にもなります。この30球は、はい、まずじゃあ僕が並木ちゃんにやっぱりおすすめしたいのは、うんうん、何でしょうか。あれですかね、やっぱりスピードですかね。スピード、あ、最後にやったやつ、逆さに持ってビュン、はい、それをその同じようなスピードで終えるかどうか、これをちょっと並木ちゃんに最後じゃあ試してもらいましょう。はい、はい、ウームゴルフでは、ビュンと振って持ち直して同じような力感で打つ、はい、いいね、いい振りだね、うん、まずやってみた感想を、うん、どうですか、はい、ですね、うん、初めてちゃんと素振りと本振りが、うんうん、リンクしてる感じがしました。あと、もともと多分インパクトでボールに当てようという意識がすごい強かった人で、でもこの練習するとあんまり、あんまりっていうか全く今回ボールに当てようと思ってないんですよ。ただ単にもう本当スイングの中に頭ボールがあったよみたいな感覚が初めてつかめた気がします。素晴らしい。本当に今ね、並木ちゃんが言ってくれたことをかなり多くの方にも当てはまると思っていて、うん、これはちょっとやってみなきゃ本当わかんないです。そうですね、私もさっき話を聞いてるだけだと、うん、っていうくらいしか思わなかったんですけど、いや、でもね、でも本当にそうだし、多分あの1回やってみられてで終わるかもしれない方がほとんどかもしれません、うん、はい、ですがこれこそ本当に続けていただくと、例えばまあそうですね、月1ヶ月だけ、うんうん、1週間に1回だけ、もしくは3、まあ、あの月に1、2回だけでもいいです、うんうん、これを何ヶ月か続けていただくと必ず自分のドライバーの技術は向上するのは絶対的に保証できます。これ、はい、奥さんがもう言ってますからね、はい、もうね、もうね、特にゴルフスイングにゴルフに関して言うとやっぱり継続させることが大事なんです、うん、で継続も正しいことを継続させることが大事。そうですね、そうなんです、うん、でそれかつやっぱ大人の皆さんがゴルフやってるっていうことを考えると、やっぱり根拠やちゃんと理屈がやっぱりちゃんと通ってるものをちゃんと続けるってことが大事なんですよ。だからちゃんとターゲットを絞った練習をしてほしいとなった時に、こうやって意味のある30球を打っていただければ、300打たなくてもちゃんと返ってくることは大きいと思いますので、はい、質のいい練習を。そうですね、もちろんもちろんこれ何度も言ってますが、はい、量にはかないません。だから量と質がともう合体できれば、これここに勝てるものは何もないです。本当ですね、はい、でもやはりだし、量を追求しないと質は分かってこない、うんうんうん、量は追求しました、皆さんの代わりに僕は量は追求しました、うん、量を追求した上でこういうことをやってると質が上がりますというこの30球です。はい、なのであのもちろんこれで量を上げていっていただけたらもっと結果は出ると思いますが、最低限これだけやっていただければ必ず成果が出ると保証できますので、ぜひ皆さん気長に取り組んでみてください。ミッキーだよ。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。皆さんぜひ見てください。